中山です今回は大江戸温泉リート投資法人の5段階評価まずまとめとして皆さんはどんなチャンネルを見てらっしゃいますか大江戸温泉リートの決算の簡単な解説をご紹介しますそれからいつもの5段階評価自己紹介はこのようになっていますので概要欄にリンクが貼ってあります視聴者様からコメントを頂い,いています1つ目のコメントは画面が変わるたびにポンポン鳴らす効果音をやめてほしいということですが実は YouTube の視聴環境というのは結構癖が強いのでお答えをしますまずはスマートフォンそれから2000円程度の安いスピーカーそれから2万円くらいのちょっといいスピーカーこれは BGM の聞こえ方が全くと言っていいほど違いますもう同じ動画かと思うくらい違うという特徴がありますぜひですねスピーカーを変えて試していただければと思いますちなみに 私がいつも使っている動画制作用のスピーカーはあえてこの安いものにしています。とはいえ一応念のため景気付けのポンは9割方なくしています。それからこんな方法もありますのでぜひご検討ください。もう一つコメントをいただいています。TAK は武田薬品でしょうか。ARC が最近買い増しているので早く見たいです。最近アーク社が 伝説の ETF のアーク社が最近ものすごいパフォーマンスを叩き出している21世紀のウォーレンバフェットの再来と言われる伝説の投資家キャサリンおまかせ投資信託のアーク社が武田薬品工業の株を2000万株買っているらしいので動画にしたいと思っているのですがこの前たまたま便利なチャンネルを発見しましたこのチャンネルです 名前がひねけんの株式投資ニュース解説。ちなみに武田薬品工業の株価は今このようになっています。そしてこの動画でがっつり説明をしています。武田薬品工業の株がなぜ上がらないのかと。業績の好調な武田薬品工業の株がなぜ上がらないのか。恥ずかしがり屋の私と違ってひねけん先生という実在のキャラクターが決算をわかりやすく解説する動画になっています。 しかし私は付け足すとですねこのようなこともあります実は今高橋配当の状態になっているさてところでこの動画よーく見ると「武田薬品工業」「4502」「株価はなぜ上がらない業績は点々点」でソフトバンクグループの動画は5025回再生されていて武田薬品工業の株は2万8000回2日前から再生されていると私これを見てですね惜しいことしたなと。 いいう,うに思っててておおります、はい、それはさておいて今後はなんですけれどもこういうことをやりたいなと思ってるんですけれども今回武田薬品工業に関しては一応これで説明はできたと思いますので、まあ、消えたとそれからこれももうやっちゃいましたよねということで残ったものはどんなものになるかといいますとこういったものが残るということになります。まあ、その時思思いいいいいつたたネタを逐次やっててきたいと思いますさて 大江戸温泉リート投資法人の5段階評価に移ります。の前に知っておきたいホテルリート用語の解説。大低限これだけは理解して、えー、話を聞いてもらいたいと思います。この ADR、それから r e v p a r この2つについて知っていただければと思います。でこれが実際の大江戸温泉リートの決算書でこのように当たり前に出てきます。この用語がわからないと結局何もわからないということになりますので、 ADR というのは日本語では平均客室単価と言います。それからレブパーという言葉に関しては平均客室売上げ。まあ、正確には販売可能な客室あたりの売上げというのがレブパーということになりますで。これは1室1日あたり円で表示します。もう少し具体的な例を言うとあるホテルがあります。ADR とレブパーが実際の予約でどう計算できるのか考えてみようと。 最初は何も仕事がないと。ごろんごろんしている。ところが2月の14日、今日ちょうどバレンタインなんですよね。で、その時に3000円の予約が一件入りました。その後はずっとまたごろんごろんしている。で、この時に ADR とレブパーがどうなるか実際に見てみます。ADR は平均の客室単価なので、1泊3000円だったら3000円。しかし、レブパーに関しては100円になります。 ADR が3000円、レブパーが100円、稼働しているのは30日あって1日だけ稼働しました。つまり、ADR に稼働率をかけるとレブパーになる。つまり、ADR という言葉とレブパーという言葉、それから ADR に稼働率をかけるとレブパーになる。この3つを押さえていただければ、もうホテルリートの決算書は読めるということなんですね。実際の決算資料で確認をしてみようと。 思うんですけれども、で客室稼働率12月84.7％、ADR31,560 円でこれに関して計算をすると26,371円32銭となって計算が正しいということがわかります。もう一度申し上げます、ADR に稼働率をかけるとレブパーになる。これを一つ覚えていただければと思います。それではシステムシステムの説明です。ここでは。 各リートの利回りポートフォリオ借入れ金スポンサー株価投資口価格これをまとめて5段階評価にしちゃおうということになります5段階は1から5があって5が釘付けになっているこういう状況ですねで必要ならば自由記入欄があって何か書くかもしれないでは大江戸温泉リート投資法人の5段階評価さて概要になりますがまず1つ目 時価総額は最小のリートになります二つ目に大江戸温泉物語という会社がスポンサーになっていますそして世界初の温泉施設リートになっていますこれを操る黒幕がいるということも知っていただければと思いますまずは利回りになります今5.05%あります20年持っていれば倍になりますこの利回りは62名から中8位になりますそして ホテルリートの中ではダントツの1位になります。1位が5.05%、2位が2.21%、もう約3バシンの大差で優勝ということになります。そしてこちらは NAV の高いものから順番に並べたものになります。NAV というのは株式の用語で言えば PBR と同じものになります。いわゆる純資産倍率ということですね。 それは大江戸温泉リートは今下から2番目になっているまあ、これは何を意味するかというとポートフォリオに問題があるのではなかろうかということが推察されるということですねそして地震で価格が下がりやすいということもあるかもしれないではポートフォリオを見ていきますポートフォリオは最小のリートになりますので数を数えることができて14個がありますもちろんすべて温泉からできています 一つ誤解がないように言っておかないといけないんですけれどもあの有名な大江戸温泉はリートの物件には入っていないこれはスポンサーが直接所有して運営をしている物件になります次に地域別の比率になります東北から始まって全国津々浦々にこのポートフォリオが分散されていることがわかりますそしてどこに注目してほしいかと言いますと一番右側になりますこの PML というところですね ここについては注目をしておくべきだろうと思います。じゃ PML というのは何なのかという話になると、一応申し上げますけども、過去485年に起きた最大の地震が、この先50年間に起きた場合に、建物が毀損する割合を PML というふうに言います。ですから PML が例えば14.2っていうふうになれば、今後50年間の間に、過去485年間の間に起きた地震が起きたとしたら、 14くらいい既存するととうことになりますまあ14%なら大したことないんじゃないのっていう話になるんですけれどもその中に柱が1本折れましたとか梁が1個なくなりましたとか床が抜けましたっていう話があった時にもうその建物は事実上使えなくなってしまうということも考慮しなければいけないということですね。このという数字はもうありえないくらい高いと。 えいうものになっていまして通常のリートの場合には他の銘柄のポートフォリオを見ていただければと思うんですがだいたい1とか2とかまあ、せいぜいそのくらいですよはい、1桁超える2桁になるというのはよほど古い物件ということになりますまあ、投資お分かりの方は旧耐震とか新耐震という言葉を知っていらっしゃるかもしれないこれを例えるといわゆるノーガード戦法と同じと いうことですね地震に対してはもうノーガード戦法で戦うというのがここのポートフォリオになりますもちろん地震保険はかけていないそしてこれなんですけれども最後に全国の平均というのがあります実は2.7という数字になりますこれは一体どういうことなのかという話になるんですけども全国にポートフォリオを分散させて被害を最小にとどめるとこういうノーガード戦法を取っているということなんですね まあ地震というのは全国で同時に地震が起きるということはまあないと言ってもいいわけですからまあもし地震が起きたとして建物が損壊するとしても全体から見れば少ないある意味よくできたやり方だと思いますし例えて言えば分のの術を使うようよななものになりますさて今度は蓄年数の欄を見ていきましょうと29年29.7年40.7年とありまして平均が39年になります。 39年前とという1982年になります1982年というのはどういうことが起きたかというとこの日光ジャンボ機が羽田空港の沖で逆噴射して墜落したとこういう事件があった年になります。ここののの新幹線形のの形も非常にに懐かしい形になりますよ、ね、で当時のお風呂の文化というのは非常に若々しいそしてお風呂といえば慰安旅行ですね。 みんな三つ三つになってピースサインをしているということが、まあ、こういう時代なんだな温泉に行って楽しんで料理を食べてカラオケでもしようっていうふうになりますよねカラオケも CD カラオケというのが出てきた時代になりますこのの年年は初めてカセットテーーププかから CD プレーヤーの時代にになななるるんんじゃないかと言われた年になるんですよねそしてその中でこんな曲が流行ったということになります 赤いスイートピー2人の大阪道のく1人旅まずは悪女大江戸温泉リートの建物というのは昔の最先端で揃えているこのように言うことができると思いますこれは大江戸温泉のビジネスモデルに深く関わっています通常のリートの場合にはスポンサーが建物を作ってあげてそれをリートが購入をしてそれで投資口を募ってで分配金を賃料から払う、まあ、こういった感じになると思いますけれども 大江戸温泉の場合には経営が厳しい温泉を見つけてそれを安く買収して安金単でリモデルをするとでその中で土地と建物についてはリートに買っていただくと。 当然経営が厳しい温泉を買うわけですから、買収価格というのは非常に安くなるものだと思います。まあ、これはやり方、いろいろだと思いますが、一つ一番ありそうなやり方としては、温泉の経営権、株式会社であれば株式を全部購入をして、経営権を取った上で、その土地建物についてはリートに売却をすると。とこういうことは一つ考えられると思います。で売却をした建物に大江戸温泉が入居して、新しいビジネスモデルで、 新しい温泉のスタイルを提供するとこうやってお客様に喜んでもらおうということなわけですからこの土地建物をリートに売却する際に少しお金が入ってくるとそしてこの買収した温泉はスポンサーが運営するとこのようになっていますでは基幹物件を見ていきましょう基幹物件は大江戸温泉物語レオマリゾートにになりまます1992年香川県にできましたテーマパークと温泉があります。 価格は88億円ということでここのポートフォリオのかなりの大きな部分えっ、ー、と2割くらいではなかったかと思いますが占めていますまあこれはご存知だとは思いますけれども1992年ということですのでバブル崩壊で案の定破綻をしたとこういうテーマパークになります。 これを、えー、いくつかの過程を経て大江戸温泉リートが購入をして大江戸温泉が再生をして運営をしている現在は家族連れで約1万円で一日それなりに遊べるこれは非常にリーズナブルな値段ではないかなと私は思いますでこちらがその口コミの一つになります GoTo ト,トラベルで予約していきましたバイキングと朝食夕食遊園地のワンデーパスポート付きで温泉入って地域限定クーポン1万円もついてとってもお得でした バイキングは本当に YO 中で100種類はあると思います。これだけ豪華でどれも美味しいバイキングはなかなかないと思います。夜のライトアップも楽しめます。この大江戸温泉の勝利の方程式がここで見えます。それは温泉とバイキング。これで勝利の方程式を描いているということになります。それから最初の物件は大江戸温泉物語君密の森ということで、1997年千葉県の温泉旅館になります。 41室あって全部で8億5000万。そして稼働率はなんと現在100%になってます。えー、って思う方いらっしゃるかもしれないです。今のこの新型の問題で温泉の稼働率は非常に厳しいんじゃないのというふうに思ってらっしゃる方がいらっしゃれば、それはスキームをやや誤解している 一応説明をすると、謎の人がいて、謎の人がスポンサーに出資をしています。でこのスポンサーがリートの物件を借りて運営をしています。ということは、スポンサーは運営だけを行っているとで。リートは建物を保有していると。こういう形になります。このスポンサーの大江戸温泉物語がリートに対して賃料を払うと。なので、稼働率は100%。そして、この賃料は固定賃料がかなりの部分を占めています。 大江戸温泉の系列のリートだからこそできることであってこの固定賃料から皆さんの分配金が支払われるとこういう形になっていますしたがって現在利回りりは三馬進の大差で優勝とということになります皆さんが期待しているのはここの利用料の稼働率はどうなのかと宿泊料の利用率に関しても決算説明資料で公表されています 現在は GoTo トラベルの影響もあって、今中止されていますけれども、11月は84.9%と、ほぼ回復してきているということになります。つまり、暗金単で大勝利を収めた。では次に借入金です。LTV は38.6%で低い方になります。それから平均金利は0.75%くらいということで、これは公表されていないんですけども、こちら計算するとそのくらいになります。 まあどちらかというととても厳しいと表現した方がいいと思います。それから最小のリートになるので格付けはまだありません。これは決算説明資料なんですけれども決算説明資料で借入れ金のことについて説明したのがこのスライドになります。この中でいろいろいいことが書いてあるんですけれども例えば LTV は薬剤返済とリファイナンスで一部手元資金充当によりさらに低下をしたなんていうふうに書いてあったり第9期のここの部分が ここの部分に借り換えができましたと書いてあったり、それから平均残存年数が1.7が1.3になったり、あるいは長期と短期の比率が第11期では全部長期の借り換えになるということをおっしゃっているようですが、ここは突っ込みどころ満載でありまして、例えば一部手元資金重当によりさらに低下というのは何かというと、銀行の融資姿勢はやや後ろ向きではないかと、まあ、このように推察されるということでもありますし、 長期というのは365日以上のものを全部長期と言います。現在36 7日という借り入れが2つあります。年年超えれば長長期期なんですが、実質的ににはその長期の中にも1年という期間のものもがあるとということになります。それから、まあ、ホテルリートという全般に言えることなんですけどもえ長期の返済のものを、まあ、短期で借り替えてるということは逆に言えば長期資金が現在借りられないという状況でもあると。 いいうことだとだ思います銀行もリスクに関してやや懐疑的ではあるということもあるでしょうし短期資金に振り返ることで金利を下げることもできるとこれはリートにとってもメリットはあるということですね、まあ、つまり現状ホテルリートはどこもそうなんですが短期融資で当面つないでいるということになります、まあ、長期の資金はちょっと今難しいとこですねということが分かっていただければと思いますこれを一言で言えば涙ぐましい努力をしていると。 いうことになりますでは次スポンサーになりますけれども大江戸温泉リートのスポンサーは文字通り大江戸温泉物語になりますしかしこれが本当のスポンサーというよりはこの上にもう一つスポンサーがあります それはベインキャピタルというところがこの大江戸温泉物語に出資をしているここは落としてはいけないじゃあベインキャピタルというのはどういうところかと言いますとこれはホームページからの資料になりますけどもこのベインキャピタルというのはいわゆるプライベートエクイティのファンドになります プライベートエクイティというのはお金を持っていてそれを出資することでその企業の価値を上げてお金を儲けましょうと。まあそういうことですよね。過去に手がけた案件がホームページに載っていまして例えばなんですけども雪国まいたけの場合にはこういったことがありました。雪国まいたけというのはご存知だと思いますけれども過去に一度不正会計を行ったことがあります。不正会計を行った際にこのベインキャピタルが出資をして上場廃止に一回しています。 で、上場を廃止にして、経営体制を新しくして、もう一回上場すると。そうなると、この時ベインキャピタルが出資したものと、再上場した時に、まあ値段がつきますので、その時にベインキャピタルが売却をして、え、利益を得ると。それから、スカイラークの場合には、いろいろあったと思いますが、まあ一言で言うと、内紛が起きました。そこで、ベインキャピタルが資金的な提供をすることで、スカイラークは株式を全部買い取って、上場を廃止に持ち込みました。 で上場を廃止にしてもう一回経営体制をやり直して再度上場してそこでベインキャピタルは出資した分を売却して、えー、儲かったとでちなみにこのスカイラークの株主優待は今非常に有名だと思いますけれどもこの有名である理由というのは再上場した際にベインキャピタルが売り抜けやすいように株主優待を手厚くしたという話もあるとかないとかという話があります。 それから最近で有名なのはこの記憶シ,、ね、シアというのは昔は東芝メモリーというふうに言いましたで東芝メモリーという話になると2017年頃だったと思いますが東芝の粉飾事,事件というのがありましたでこれで東芝が再生をするためにはどうしてもメモリーの事業を売らないといけないという話があってベインキャピタルが一部出資をしているということになります これが今後上場できて売却できればベインキャピタルとしてはそれで OK ということになるんですけどもまあ昨今はどうですかねという感じになっています。そして大江戸温泉の場合ですよね。大江戸温泉の場合には単純に前向きな出資になっています。ベインキャピタルが出資をして出資したお金を使って数々の温泉を買い取っています。 で、運営をして、で、運営をする中で、物件はリートに売却をしていくということになります。で、最終的にはなんですけども、これは誰も何も言ってないんですけれども、まあ私が想像するには、この大江戸温泉物語というのは、最終的には上場してで、上場した際にその株式を売却することで、出資した分を取り返そうと。まあこういうことを考えているんじゃないかなというふうに見えます。まあ外れてるかもしれませんけれども、 で、えー、物件を売却するときに少しお金が入ってきて、そして最終的にはここで上場して売却をするときに大きく儲けましょうという話になるんですが、じゃあそうなるかどうかというのはちょっと難しいのかなというのが後でご説明をします。そしてスポンサーは何ができるのかという話になりますと、えー、温泉施設の運営に関してできるということになります。 そしてスポンサー企業の決算を一度ご覧いただければと思いますこれは第6期直近ですよね令和2年8月19日のえ第6期の決算の広告になります名前が大江戸温泉物語株式会社スポンサー企業になりますこのスポンサー企業は関連会社いくつか持っているのでこれが正確かどうかと言われるとちょっとわからないところがありますけどもまあそれでも一応見てみようと思います この大江戸温泉物語の決算の広告によれば売上高が26億円それから営業損失が2億6800万円それから特別損失があって税引き前当期純損失が6億7300万円ということになっていていわゆる赤字の企業になっているどころか貸借対象表を見ると株主資本の欄ですねマイナス23億6171万4000円つまり債務超過になってるんですよね。 まあ今年はですね、いろいろ新型の問題もありましたので、まあ、いろんなことがあったかなと思いますので、その前の年を見てみると、ちょっとボケていますけども、前の年に関しては売上高が34億7200万円、それから営業利益に関しては8億7400万円、プラス出てますね。 ところが特別損失で28億9658万7000円出してますので当期の純損失は14億4300万円のマイナスとこの特別損失というのは上場していないので何か分かりませんけれどもまあ何か温泉施設の焼却をしたんじゃないかなというふうに思います でこちらが BS になるんですけども BS に関して大注目はこの株主資本の欄ですよね株主資本のところがマイナス18億2300万円ということで債務超過であるということになります。 しいましてこのののベインキャピタルの当初の目論みですよね出資をして温泉を買い取って温泉を再生して、まあ、物件についてはリートに売却をして身軽にした上で運営を行ってッポガッポ儲けて上場してでそこで売却をするという目論みはですね、えー、ちょっと雲行きが怪しいともうかすんできているという状況になろうかと思います。 こんな背景があるということは、ぜひ知っていただいた上で投資するしないの判断もしていただければと思いますね。で最後に株価ということになりますので、株価の推移はこんな感じです。新型の前は東京オリンピックインバウンドといったところで非常に好調だったと思いますけれども、まあ、新型の後少しずつ回復はしているということになります。 で、ここのことを今までまとめた話を一言で言えば、最低のポートフォリオを持っています。要するに物件は築年数も古いし、一つ一つ見れば、えー、偏僻なところにあるし、えー、地震にもなんか強いのか弱いのかよくわかんないし、まあ、多分弱いんだろうと思うし、で、ノーガード戦法を取ってるんじゃないかと思える節もあると。しかし、 この大江戸温泉のオペレーションというのはもう非常に素晴らしいということになります。もう最高のオペレーションを今持っていると思いますね。そしてスポンサーとの協力関係によって、今安定的な配当が実現されています。しかしそのスポンサーは今債務超過であるということも一つ言えると思います。じゃあこの債務超過どうするのっていう話になると、それはスポンサーの上にいるベインキャピタル次第と、 いいううこことととででもあるということなんですよねさてそれから、昨日ですかね、土曜日にこれ収録してんるのは2月の14日なんですけれども、昨日地震がありましたよねで。地震が起きると月曜日はひょっとしたら下がるかもしれないなということがあると思います。 で地震に対してはやっぱり気をつけないといけないので一応考え方の一つの例を申し上げますと100年に一度の大地震がやってきた時にポートフォリオの10%が毀損するかもしれないなと5%の利回りで10年持っていれば1.5倍になるわけでしょでそんな中で10年に1回くらいポートフォリオの10%が毀損するような地震が起きるかもしれないと。 えちょうど昨日地震があったというようなことも考えて月曜日は下がるかもしれないなということを考えると総合的なな評価は私は私ですすねねこれ5じゃいいかと思います、ね、でちなみにここの投資口を5口持っていれば株主優待投資主優待の制度で割引券が1枚もらえると。 いうことになりますこの割引券というのは1,000円相当だそうなんで3,000円で1日過ごせるというふうに考えればまあちょっと私になるのかなと、えー、いうこともあると思います。というわけでこれ出すのは多分月曜日の朝になると思いますので今日のこの大江戸温泉の投資口価格株価については注目をしたいと思います。まとめますと空室率は今ゼロですよと。 安定の配当がありますよと、もう最高のオペレーションだと言ってもいいと思います気をつけなきゃいけないのはベインキャピタルが何を考えているかわからないということですねそれから大地震でポートフォリオ10%既存は覚悟する必要はあるけれどもそれは2年3年で回収できるものであるということをまた一つ言えるということになりますということで、えー、今日は大江戸温泉リートの決算と5段階評価をお送りしました お聞きいただきましてどうもありがとうございました。